はようございます。クルスルナです。はい、今日はですね、Qoo10購入品紹介。イエーイ。まあ最近ね、目変わりっていうものがやっていたと思うんですけど、そこで私が買ったものを今回は紹介したいと思います。まあ、スキンケア系が結構多めなんですけど、よかったら最後まで見てみてください。では、行ってみよう。はい。まず一つ目。じゃじゃん。ラッシュアディクトです。これはまつげ美容液ですね。こんな感じの。ブラシっていうか、なんていうの、筆みたいになってて、すごい塗りやすくって、2回ぐらい届いてから使ったんですけど、マジでまつげ伸びる。私もともとエマーキットを使っていて、あれもあれですごい伸びたんですけど、3ヶ月ぐらい使って、なんか慣れちゃったのか、最近伸びなくなって、新しいまつげ美容液欲しいなって思ったところで、私のこのネイルをね、やってくださっている方が、これを使っていて、まつげがすっごい長かったので、私も使ってみようって思って買いました。でもこの2回しか使ってないのにすごい効果を感じているので、これからも使い続けていきたいなって思っています。はい、そして次がこちら。じゃじゃん。これね、なんていうブランドかわかんないんですけど、シカアルタマトゥアンプルかな。なんかすごい難しい名前。でもこれは私インスタで見つけて、まだ1日しか使ってないから、あんまり効果はわかんないんですけど、なんかね、坪草のエキスが 80% 配合されてる高濃縮アンプルらしくって、鎮静とかにね、すごい効果があるので、肌が荒れてる人とか赤みが気になる人にすごいおすすめらしくって、っていうのをインスタで見つけて気になって買いました。ちょっとまだね、1日しか使ってないから効果をあんまりわかんないんですけど、結構とろみがある美容液で、保湿は確かにすごいしてくれる気がする。まだ1回しか使ってないから何とも言えないんですけど、これは本当にすごい期待しています。口コミとかもめっちゃ良くって、もしね、今肌が荒れちゃってて、何使っても治んないから、なんか新しいの試したいな、みたいな方は使ってみてもいいかもしれないです。で、次なんですけど、まだ届いていないものが一つだけあって、それがワンシングの化粧水です。坪草エキスのやつを買いました。最近ね、化粧水を全部使い切ってしまって、新しいものが欲しいなってちょうど思っていて、このワンシングの化粧水すごい話題になったじゃん、一時期。でも私使ったことなかったから、使ってみたいなって思って、坪草エキスのものを買いました。肌の鎮静とか、弾力とか、抗酸化作用、なんか色素沈着の改善をサポートしてくれたりとか、すごいいいんだって。届くのが楽しみだなって感じです。そして次。この2つがね、結構お気に入りなんですけど、まず1つ目がこちら。じゃじゃん。ラビアンのセンテラクリーミングトナーっていう化粧水です。これは泡で出てくる化粧水なんですけど、こうやって出して、こうくるくるしてなじませるみたいなやつで、まずね、匂いがめっちゃいいです。結構サラッとした感じの化粧水。まあ、これもまだ2回ぐらいしか使ってないんですけど、なんかすごいね、肌にスッって浸透する感じがします。で、これにも坪草エキスとかシカの成分が入ってるから、肌荒れしてる人にもおすすめだと思います。これもね、インスタで見つけたんですけど、肌のトーンがすごい上がるとか、肌のツヤが出るって書いてて、それは使うしかないなって思って買いました。泡で出てくるから、減りはすごい早そうな感じがします。だからコスパ的にはあんまり良くないのかもしれないけど、これでツヤツヤの肌になるんだったら、まあ一回使ってみたいなって思って買ってみました。そしてですね、それと一緒に使いたくて買ったのがこちら。ラビアンのボリューマイジングラディアンスエッセンスです。これはね、ちょっと高かった。9000円ぐらい。高いよー。高いんだけど、使ってみたくって。これもね、すごい肌のツヤ。なんか、韓国のさ、水光肌みたいな肌になれるって書いてて、買っちゃいました。で、使ったんですけど、確かにこれは、すごい肌がツヤツヤになります。まあ、出した時はクリームっぽい感じなんですけど、こうやって出して、置いておくと、わかるかな？泡になるんですよ。こんな感じで。だから、これを、まあ、なじませて使うみたいな感じの美容液なんですけど、これは肌の弾力とか毛穴洗浄とかブライトニング、ツヤ、肌荒れ、まあいろいろですね。でもこれもインスタで見つけて、そう、何でもかんでもインスタで見つけるんですけど、わかりますこのツヤ感。そう、なんかすごい肌が生き生きとしてる感じのツヤが出るので、まあこれも使い続けてみて、肌がツヤツヤになったら嬉しいなって感じで買いました。あとは別でお水を買いました。Qoo10で。48本分かな。最近すごいね、水をたくさん飲むように心がけているので、500ml のやつを48本買いました。そして購入品はあと1つあります。じゃじゃん。ヒンスのセカンドスキンカバーコンシーラーです。私が買ったカラーは17番の一番明るいカラーです。これね、めっちゃいい。なんかピンポイントでしっかり隠せて、カバー力がめちゃくちゃ高いのに、厚塗り感が全然なくって、私ずっとイプサのコンシーラーを使ってたんですけど、最近はもうこればっかり使ってます。それぐらいすごいいい。なんか、液体タイプのコンシーラーってカバー力がなかったりとか、よれやすかったりとかするから、あんまりね、使ってこなかったんですけど、これは本当にいいなって思いました。なんかもうコンシーラーがあればファンデーションいらないぐらい本当にカバーしてくれるので、これはめちゃめちゃおすすめです。はい、こんな感じで今回のメガ割で買ったものは以上なんですけど、私がQoo10で買ったものですごいいいなって思ったものが一つあるので、それも紹介したいと思います。それがですね、こちらです。じゃじゃーん。ティルティルのユアン茶です。これはなんかね、むくみを取る漢方みたいなお茶なんですけど、なんかね、飲まなかった次の日はなんとなく体がむくんでるっていうか、足とかがむくむなって感じるようになりました。だから継続して飲んでます。まあ味はね、めちゃめちゃ美味しいってわけじゃないんですけど、でもなんかこれでむくみ取れるなら全然いいなって思って飲んでます。で、今紹介したこっちの別バージョンで、じゃじゃん、これ。これもティルティルのパーフェクトタートチェリー酵素っていうやつがあって、チェリーの味らしいんだけど、まあ別にこれもめちゃめちゃ美味しいっていうわけではなくって、なんかこっちは消化を促進するやつらしくって、飲んだ次の日とかにめっちゃね、デトックスされるらしい。だからダイエットとかの時にすごいいいんだって。でもなんかこれすごい人気でどっちもソールドアウトだったから調べてみて、もし在庫があったら試してみてもいいかもって思ったので紹介してみました。はい、ということで今回はこんな感じでQoo10の購入品を紹介してみました。皆さん気になる商品はありましたでしょうか？なんか私あんまりねQoo10で買い物することなかったんですけど、今回メガ割の期間に見てみてすごいいいなって思うものいっぱいあったから、また普通にQoo10で買い物して来月とかに購入品を紹介できたらいいなって思っています。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。